物の大食い見せるから。あ、天下無敵武士道最強ラーメン、はい、全部しもり完食目指して。どうも、匠の大食いコーナーの時間です。あ、どうもどうも。まあ、うん、どうした。いつもね、うん、あなたは大食いして、うん、苦しい苦しい言ってるけど、苦しい、そんな苦しいないからね、今日は僕がね、うん、ペペペペペペーンとね、うん、ペロリンチョペロリンチョしてくるから。ペロリンチョじゃないで、ペペペペペーン。そういうことですね。本物の大食い見せるから。あ、お前ですか。じゃあ一応見せてください。行きましょう。ついてこい。毎度今日はね、はい、これ食うんや。え、これ天下無敵武士道最強ラーメン。最強ラーメン、これをこれをね、うん、スープまで飲んでね、うん、そこの文字をね、うん、見ることができるっていうね。苦しいぞ。じゃあ頼みましょう。あ、任せて。大和トナデシコ入りまーす。おー、はい、イケメン入りまーす。おお、なんて言われると思う。あ、ほんまやね、なんか言うてくれるんやね。そう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 、なんて言われる。え、顔面入りますとか言われたらちょっとビビりだよ。3番テーブル、3番テーブル、それちゃうとかや。本物の馬で来店すると 99% です。うっせやん、はい、本物の馬で、うん、本物の馬おんねん近所に。うん、乗馬クラブ、うん、入る。いや、乗馬クラブ入った方が高い。いや、え、でもめっちゃ安い、今8000円ぐらい。いやいや、8000円ってかけてここまで馬を運んでやったら多分10万ぐらいかかってあのその状態で来てラーメン無料 99% オフ。めっちゃ大人数で来て俺払うわっつったら 99% オフじゃないですか。本人に限るじゃん。書いてないで。うっ、お、様子のおかしいのが来ましたよ。あ、すげえすげえ、めっちゃ美味しそう。これはうまいぞ。おとぼぎ入りまーす。おとぼぎ入りましたよ。はい、全部しもり完食目指して気合い入りまーす。入ります。入ります。じゃあ行きましょうか。行きましょう。じゃあいただきます。すみません。まずは、はい、お肉食べたいよ。すごいねこれ、お肉。これは結構ボリュームあるね。どう、美味しい。うんうんうん、うまい。前半はですね、吉野家そういう感じ。そういう感じで来た。タテンを出す。スープ作れんの。うん、おー、いいね、美味しそう。スープこぼしてんしょ、下に溜まってるから。ほんまや、うん、めっちゃ美味しいで。結構甘いスープやね、うん、で胡椒が、醤油ラーメンめっちゃ好き。醤油で、ほんでちょっと甘くて、でこの胡椒がいい仕事してるわ、さっき言った、うん、すいません、麺出てこないですけど。麺どこ行ったんですかね。ラーメンなんですよね。ラーメンですね、それ。麺出てこないですか。麺出てこないですか。熱いぞ、この麺は。え、麺出てこないですけど。出てきました。どうですか。あく。結構太麺ですね。そうやね。うん、おいしい。あとこの野菜のさ、この、あ、野菜のこれ甘みも出てんねんな。まあ君は野菜しか食べてないけどな。めっちゃリュウモみたいなの辛い感じで食べていい？いいよ。やめとこ、怒られるわ。パンにほんまに麺出てこへん、なかなか。美味しそうやで。美味しいですよ、普通に。すげえ。食レポの方お願いします。うん、ちょっとあの、うん、焦がし醤油っていうのかな、うん、その香りがほのかにして、それがあの食欲をそそる感じですね、うん、どんどん手が進みます。おお。今見えましたか。どうした。今あのペペペペーンって僕3連続で すすったんですけど、え、早すぎてわからんかった。早すぎてわからんかったでしょ。早くえ。早くね。はい、すいません。ボリュームあるよね。ニンニクも効いてて美味しい。すごい食べ応えあるね、うん、いやでもほんまに普通にすごい大盛り、きつい。え、ほんまに、え、
俺三つ葉でこんだけ出てきても食べられへんわ。あ、じゃあ全然全然食べれるわ。余裕じゃあ僕はこの間にビールいただきます。うん、出陣でござる。出陣。すげえ。かっこいいね。かっこいい。俺も戦国武将になりたい。じゃあ食べなあかん。ここでもほんまに馬で来たらどうなるんやろね。ほんまに馬で来て普通に定価で払えって言われてどうしようかな。お客さんちょっと馬止めとく場所ないんすけど。あ、これさ。野菜がさ、炒めて入れてるから、こんな香ばしいんや。あ、茹でてないと。あ、やっと麺ゾーン来ましたね。いけそうですか？余裕っすよ。まだまだ、お腹、なんぼ。なんか今 0.2 ぐらい。あ、さすがですね。容量 0.3 やけどな。めっちゃ少ないやん。余裕っすか？アイス食べたい。あ、まだ余裕っすね。もうデザート食べたい。何やかんやって結構減ってるね今からね。うわーして中国大使館あるじゃないですか。箱に入って亡命しますってどうなるんですか？取られるわ。嘘。とりあえず食うてから来いって言われる。お、いけそうやね。あれ笑顔が足りないよ。あれ武士さんどうしたんですか？もうあとちょっと今のとこ。あ、2分50秒。おお、まあがっつりあのカメラ回すけど28分経ってるよ。ここだけ今、武将モードやから。あ、武将モード。あ、あの甲冑が重たいからゆっくりやね、重力で今、時が歪んでるから。まだ2分、あ、今2分58秒。早く食べてもらいます。余裕。行こう。おー、男だね。あれ、あれ、僕の辛そうにしてんのがいつもあかん言ってたのに、どうしたんですか？味わっとるね。ああ、そうなんですね、うん、心の底から味わうと。俺今大豆の生命を感じた。大豆？大豆の魂。大豆醤油ベース、醤油。ああ、そういう意味な。小麦って言うんかなと思った、麺の。ええー、小麦に乗った大豆たちの香りを楽しんでた。なるほどね。そういうコメントをこれからしていくから。はい、ね、食材のね、はい、真の目的を。真の目的、土地の味まで僕分かるから。はい、ちなみにそのキャベツは、このキャベツは、ね、はい、コンテナの匂いがする。輸入かい。輸入かい。そうか。リファーコンテナ。MOL の匂いがした。あ、 MOL ワンワンワンの匂いがした。キャベツは輸入せえへんと思うけどな。お、いったあとはスープですね。うん、さあ、落ち武者になるのか、武士になるのか。今お腹なんぼ？今、もう 9.5 ぐらい。あれどうした？いや、ごめん、間違えた。まあ、0.5 や。0.5、どうやって食べるんですか？ペペペペペペ。やってもらいますね。え、見えへんから、ほんまにやったら。あ、ハイスピードモードで撮るか。そう、撮ってや、めっちゃ早いで。普通やんけ。今は見えへんかって。スープほんまに美味しい。いや、美味しいよね。しかもそれあの増してるやんか、だから野菜のさ、うまみがさ出てるよ。すごい筋トレ後にすごい染みる。さっき塩分出したから、ちょうどいい。ああ、おお、いきますね。あともうちょっと。
おお、見えてきた。なんて書いてる？カン。カン。ペロリンチョ。ペロリンチョ。どうしたんですか？余裕やったね。これで寿命を軽量化。軽量化。天虫のり完食でござる。完食でござる。おっぱれ。本物？本物や。お、重っ。え、こんな重い。はい。お、お、これはもう本当です。はい、あります。はい、男前。はい、ありがとうございます。何やその顔。よかったね、落ち武者タブなんで。こんだけね、スープ飲んだら、うん、またタブタブなってね。ほうほう。戦行ったらすぐ切られるわ。やめとけよ。じゃあ頑張ってきてな。本日もありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなの衆、お客様は出陣でござる。出陣でござる。いってらっしゃい。まいどうぞ。お父ちゃん、頑張ってきてね。俺、こんなブサイクな嫁おったら今すぐ切られてくるわ。